はい、どうも、勘九郎です。ですね、ちょっと久しぶりに、久しぶりじゃないですね。しょっちゅう来てるんですけど、うちの近所って言っていいのかな、近所の商店街にですね、ちょっと来てます。はい、ちょっとね、今からブラブラしようかなと思ってます。まあ、こんな感じの商店街で、まあ結構昭和なレトロな雰囲気のね残る商店街になってます。結構ね僕は好きで、まあ好きでっていうか近所なんですよね。近所なんで結構しょっちゅう来てますね。はい。こんなね裏路地なんかもあって、まあ、かなりねさっきも言ったんですけど昭和なレトロな雰囲気がすごい残ってたりします。ちょっとね今日カメラ忘れてきてスマホで撮影してるんで手ぶれが結構ひどいと思うんですけどちょっとそれは申し訳ないですね。手ぶれがちょっと気になるかもしれないですけど勘弁してください。そんなね古着屋さんみたいなのもあっていい感じでしょ。これ古着屋さんですね。古着屋さんもあってこっちとかもねなんか美味しそうなお店が結構たくさんある感じです。やばいね、雨降ってきたね。雨降ってきたわ。ちょっと雨降らないと思ったんですけど雨降ってきましたね。ちょっと雨が降ってきたんでちょっと退散します。チャンネル登録よろしくね。はい、ちょっとね雨が止んできたんでまた撮影を再開してるんですけどやっぱ手ぶれがめちゃくちゃ気になりますね。スマホなんでしかも手持ちっていうねちょっと撮影方法なんですごい手ぶれが気になるんですけどちょっとまだ雨降ってるね。まあいいか、晴れてるんですけどねなんか雨が降ってる感じです。でねちょっと商店街ちょっと映しましょうか。商店街こんな感じですね。はい、いい感じの商店街だと思います。結構ね今3時頃なんですけど人はね結構多いです。まあ、こういうね感じでちょっと今日は散歩してみようかなと思ってます。いい感じですよね。いい感じでちょっと渡ろうかなと信号ねちょっと渡ってます。感じでちょっと一旦カメラ切りますね。はい、今からちょっと駅前まで行ってみようかなって商店街からちょっと外れた場所を歩いてるんですけどちょっとね駅前の方まで歩いてみようかなと思います。はい、ちょっとね駅前の方来ました。今からねちょっと駅は降りないですけど今からちょっとお茶でも飲みに行こうかなと思っててちょっと駅前のねなんだろうね喫茶店じゃないけどカフェみたいなとこちょっと行こうかなと思います。あ、ここね商店街のねちょっと待ってね。ここがねさっき歩いてた商店街の入り口ですね。入り口、まあ前行ったマクドナルドがあるところなんですけどこれ商店街の入り口ですね。僕はねちょっとお茶でも飲みに行こうかなと思います。ちょっと行きますね。はい、行こうとしたカフェがちょっと閉まってたんですよね。なんでねちょっと今からちょっと急遽サイゼリアに行こうかなと思います。一人サイゼリアですね。はい、まあ、お茶しか飲まないですけどね。なんでなんかあるじゃん飲み放題じゃなくて飲み放題のドリンクバーだけにしてちょっとサイゼリアでちょっとゆっくりしようかなと思います。はい、じゃあねちょっとサイゼリアまでちょっと歩いてみたいなと思います。
前撮ろっか、前ちょっと撮ってみようね。こんな感じですね。こんな感じで商店街の今あの入り口付近を歩いてるんですけど、サイゼリアどこだっけな、あサイゼリアここだ、すぐ近くにあるんですよ。サイゼリア、サイゼリア2階にあるんでちょっと行きたいなと思います。じゃあちょっとメロンソーダをいただきたいなと思います。あ久しぶりですね、メロンソーダ美味しいです。次はですね、山ぶどうスカッシュにしましたね。あ、これも、あ、これ美味しいね。あ、これメロンソーダより美味しいかもしれない。あ、美味しいわ。一人サイゼリア楽しんでおります。はい、次はですね、クーのすっきり白ぶどうです。あ、これも美味しい、美味しいわ、いい感じですね。味がまろやかですね、まろやか。はい、そろそろね、帰りたいなと思います。外に出たいなと思います。眩しい。じゃあそろそろね、ちょっとまあ僕のね、近所の商店街で結構まあサイゼリアとか行って楽しんだんで、そろそろね家に帰りたいなと思います。じゃあ家戻ります。チャンネル登録よろしくね。はい、帰ってきました。でね、動画の多分尺がですね、商店街散歩してきたんですけど、あんまり多分動画が結構短いと思うんですよ。なんでね、帰ってきてここからちょっと僕喋りたいなと思います。紹介したいものとかもありまして、僕入院してた時に便秘になってたんですよね。入院してる時、薬の副作用で。で、薬の副作用で便秘になってたんですけど、それで、イボジになっちゃったんですよ。本当に。本当にイボジになっちゃって。で、イボジってなんか、ひどいと手術とかしなきゃいけないじゃないですか。なんだけど、そこまでひどいイボジじゃなくて、ちょっと出来たてみたいなイボがちょっと、まあ、汚い話なんですけど、肛門の周りにちょっとイボができてる状態でして、で、どうしようかなと思ってインターネットで調べてたんですよ。そしたら、ピーチラックってやつをなんか、ブログとか読んでるとみんな勧めてて、ピーチラックって中身何かっていうと、お辻糖っていう漢方薬なんですけど、で、そのピーチラックってやつがなんかすごい定期購入みたいなのしなきゃいけないのかな。なんか結構、そして値段もちょっと高かったんですよね。だけど、それを
みんな、なんかブログ書いてる人は、それ、多分アフィリエイターだと思うんですけど、アフィリエイトで収入を得るために、それ、ピーチラックっていうのをみんな、なんか進めてて、だけど、それより全然安い値段で、アマゾンでですね、これですね、同じお辻糖なんですけど、これは定期購入しなくてよくて、普通にピーチラックよりちょっと安いんですよ。このお辻糖ってやつ、漢方薬なんですけど、これを飲んだら、本当にめちゃめちゃ効いて、イボジが治ったんですよ。本当に治って、なんで、これめっちゃイボジで悩んでる人には、これめちゃめちゃおすすめですね。お辻糖っていう漢方薬なんですけど、これ、アマゾンで売ってるんで、安かったですね。いくらだっけな。まあ、安いって言っても、2699円するんですけど、まあ、そう思ったらまあ高いっちゃ高いのかな。でも全然ピーチラックよりは全然安いんですよ。なんでこっちの方が全然おすすめですね。これだとなんかお辻糖の入ってる成分の量がなんか少ないとか言ってブログに書いてたのかな。でピーチラックはなんかそのお辻糖のその漢方薬の成分が濃いみたいな、ピーチラックの方がで書いてて、だからピーチラックの方が効くってなんかブログでみんな書いてたんですけど、だけどこのこっちの普通のっていうのかな、この漢方薬のお辻糖の方で全然僕は効いたんで、こっちで全然いいと思いますね。はい。イボジで悩んでる人はですけど、はい。こっちで全然いいと思うんで、うん、ピーチラック購入せずに、こっちの普通のアマゾンで買える普通のお辻糖、2699円で売ってるやつですね。これで全然効くんで、こっちをおすすめしたいなと思います。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと今日は、僕のね、近所の商店街を散歩してみたっていう話と、今話したイボジの話の動画でした。そんな感じですね。僕のチャンネルでは、こんな感じの無職ニートのリアルな日常みたいな動画と、それ以外にも僕は統合失調症なんですね。なんで統合失調症関係の動画もたくさんアップしてるんで、もしよかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あと、この動画が良かったと思ったら、グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。